夕立は、海上自衛隊の護衛艦、村雨型護衛艦の2番艦。艦名は夕立に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍上風型駆逐艦、夕立、白露型駆逐艦、夕立に続き3代目にあたる。夕立は、昭和31度計画1800トン型警備艦1607号艦として、石川島重工業。 第2工場で1957年12月16日に寄港され、1958年7月29日に浸水、1959年3月25日に収益し、同日付で舞鶴地方大霊下に新編された第15鋭帯に村雨と共に編入された。1959年9月25日、第15鋭帯が第15鋭帯軍霊下に編成え、 1961年2月1日、第15衛隊が自衛艦隊令下に再編された第2護衛隊軍令下に編成がえ、1962年にソナーを完走、1965年及び1967年に遠洋練習公海に参加、1969年3月15日、第15衛隊が第3護衛隊軍令下に編成がえ、 1984年3月30日、第15英隊が廃止となり、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7007 に変更。舞鶴地方隊に直轄官として編入。1974年、二度目のソナー感想をした。1987年3月24日、除籍。ありがとうございます。